三菱 UFJ は政権交代で追い風となるかこんばんは福利で増えるです今回のテーマは三菱 UFJ フィナンシャルグループ業績好調株主還元続くぜひ最後まで見てください目次です127%増益2成長の軸は 今後どうなるまずは三菱 UFJ の27%増益から三菱 UFJ フィナンシャルグループは三菱 UFJ 銀行を傘下に有し信託銀行 UFJ 証券アコム UFJ ニコスリース会社なども有する国内最大の総合金融グループです。略称は MUFG 24年3月期末の連結総資産は約403.7兆円です。タイのアユタヤ銀行クルンシーをはじめ、インドネシアのバンクダラモンなど、アジアの商業銀行を傘下に有し、米国投資銀行のモルガン・スタンレイを持ち文法適用関連会社とするなど、法銀員随一の海外ネットワークが強みとなっています。 資本政策は以下の3つ株主還元の一層の充実充実した自己資本の維持収益力の強化に向けた資本活用この3つのバランスを意識しつつ運営していますこちらは24年3月期の売上構成費事業本部別に表したグラフとなっています。 青色のデジタルサービスが16%。国内外の個人顧客と中小企業を対象にした幅広い金融サービスを提供している法人リテールが16%。主に大企業を対象とした金融サービスのコーポレートバンキングが23%。MUFG の海外事業に特化したグローバルコマーシャルバンキングが15%。 その後、受託財産が10%、グローバル ICB18% と続きます。今回の動画では、三菱 UFJ の25年第一四半期決算をもとに、業績の分析と今後の展望について話していきたいと思います。特に注目すべきポイントを3つに絞って、業績好調の理由についてもお話しします。では、 注目ポイント一つ目、業績の概要について。ポイントは、経常利益27%増です。25年3月期、第一四半期の業績の概要がこちら。驚くべきことに、四半期の経常収益は、前の年、前年同期比で27%増の3兆5250億円となりました。これは、 海外事業の好調や為替の効果によるものです。特に為替効果が大きく寄与しており、円安が進行する中で海外で得られた利益が円換算で増加したことが要因となりました。例えばアメリカやアジアでの事業展開が成功を収め、強い収益を生み出しています。 タイのクルンシー銀行の決算期変更によるプラス影響も寄与しており、これは後ほど詳しく説明しますが、これだけでも大きなプラス要因となっています。続いて、成長の軸は、今回の決算のポイント2つ目が、海外事業の成長です。特に、タイのクルンシー銀行の決算期変更によるプラス影響で、 約1635億円の業績向上が見られましたこの変化により顧客ビジネスは国内外で堅調に推移しリテールや法人ビジネスも成長しています海外での事業拡大が今後の収益基盤をさらに強固にしていますクルーシー銀行は MUFG がタイで展開している大手銀行で 海外事業の中核を担う存在です。この銀行はタイ国内だけでなく、周辺のアセアン諸国に対しても金融サービスを提供しており、その地域での事業拡大が進んでいます。グルーシー銀行の決算期変更が、今季25年3月期に大きな影響を与え、これによって MUFG 全体の業務順益が増加しています。具体的には、 クルンシー銀行の決算機が変更されこれにより787億円のプラス効果が MUFG の業績に反映されています一方で親会社株主に帰属する市販基準利益はわずかに減少前の年の5583億円から5558億円へと約0.4%の減少となりました 一般的に見れば利益が減少することは懸念されるところかもしれませんがこの場合は大きな課題ではありませんその理由はまず利益が安定的な水準を維持していいるという点ですわずかな減少とはいえ前年並みの高い利益水準を確保しているため事業全体の基盤はしっかりしていると言えますさらに 本期のの業績にに影響を与えたのは主に一時的な要因です例えば前年にはモルガン・スタンレーの持ち分法適用の決算期変更が影響して大きな利益が発生しましたがこれは一過性のものであり通常の業績とは異なりますこの影響を取り除いた場合実質的には安定した成長を続けているんです。 ここでもう少し詳しく為替効果についても説明します。前年24年第一四半期における1ドル144.99円だった為替レートは、今期25年第一四半期には1ドル161.07円と円安が進行しています。これによって特にドル建て資産を持つ海外子会社の業績が 円換算で大きく膨らみました結果として、経常収益や準備益の見た目が非常に好調に移るんです。では、今後はどうなるのか。今回の決算のポイント3つ目が、配当と株主還元です。最後に株主還元についても触れておきます。今季25年3月期の年間配当は、1株当たり50円を予想。 前年度の41円から9円増配22%の大幅な増加です通期での純利益の目標は1兆5000億円第1四半期時点では37%の進捗率と大変好調な推移を示しています安定した利益成長に基づき今後も株主への還元を強化していく方針で 配当成功は40%を目安としています。政策保有株式についても触れておきましょう。24年6月末時点での売却実績は220億円。現在進行中の中期経営計画期間中の売却合意残高を含めて3930億円まで積み上げ、足元の進捗を踏まえ、 今中期経営計画期間中の売却目標の引き上げにも着手するとしています。最後に自社株買いです。三菱 UFJ はここ数年自社株買いにも力を入れており、22年3月期は4500億円、24年3月期は5000億円の自社株買いを行うなど、近年は自社株買いも積極的に行い、増還減成功は 60%、70%の水準にまで達しています今期はまだ1000億円の自社株買いにとどまっているので残りの期間で新たな自社株買いの発表も期待されます今期25年3月期、純利益は前年比で0.6%増人株利益は3.2%増となっています 現在の BER は11.3倍、配当利回りは3.44%。2020年以降の株価は週足でも綺麗な右肩上がりの推移となっており、現在は日銀の利上げ観測一服感から株価も休憩といったところではありましたが、新政権発足で長期的にも業績への追い風が続く と見ていますということで今回の動画は以上です高評価チャンネル登録にてぜひぜひ応援いただけると嬉しいです最後まで動画をご視聴いただき感謝していますいつも本当にありがとうございます幸運を